こんにちは、沖縄生まれ沖縄育ちのマルオです。日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は宜野湾市益城にある森川の塔を参拝したいと思います。米軍基地で有名な宜野湾市です。地図で見ても普天間飛行場の広さが際立ちます。森川の塔は森川公園の一角にあるようです。南の公園側にはよく行きましたが、北側には行ったことないです。現在パイプライン通りを走行中。学生時代に森川公園によく来ました。その頃から比べると道路もだいぶ変わりました。今走ってるこの道路はありませんでした。今では道路沿いに森川公園がありますが、30年前は路地の奥でした。この近くに家庭教師のバイト先があったので、早めに来て森川公園で休んでました。車を止めたらいつもは南側に行くのですが、今日は北側に進みます。森川の塔の案内板があります。何度も来てるはずなのに気にしてないと見えないですね。右の方に何かの史跡があるようです。琉球王朝時代から続いてるような趣のある史跡ですね。溝があるようなので何らかの水源でしょうか。ちゃんと案内板があるのはありがたいです。絵はあるのですが、文章での説明はありませんでした。今では飲み水としては使えないようですが、湧き水のようです。先ほどの絵では住民が洗濯場として使ってたようです。また別の案内板もあります。天女が降臨したという羽衣伝説の舞台となった場所のようです。昔貧しい農民の奥馬夫屋という男がいました。奥馬夫屋は森の川で沐浴をしている天女の羽衣を隠します。天に帰れなくなった天女を家に連れ帰り、二人は良い仲になります。やがて二人は一男一女を授かりました。ある日娘が隠していた羽衣を見つけ、天女が知るところとなります。天女は別れを惜しみつつ天に帰ってしまいました。羽衣伝説はここで終わりではありません。月日は流れ、息子は立派な若者に成長しました。ジャナモイと名付けられた若者は活恋味の娘の婿選びに出向きます。貧しい農民だったため味には馬鹿にされてしまいます。ところがアジの娘はこの人はただ者ではないと見抜き結婚します。結婚してジャナモイの家に行くと畑にたくさんの黄金が転がってるのに気づきます。黄金の価値を知ったジャナモイは黄金でたくさんの鉄を買い農具を作りました。農具は周囲のみんなに分け与えたということです。
人々からの信頼を得られたジャナモイは後に中山のサット王になったとのことです。サットが中山の王となったのは1350年、昭和氏が三山統一する1429年の80年前です。サット王朝の2代目は息子のブネーでしたが、昭和氏に滅ぼされました。奥に進むと風情のある石門がありました。宜野湾市指定史跡西森引とあります。やはりサット王に関する史跡のようです。第二小子王朝の第四代国王の小姓王の第七子の家長儀、その母親は宜野湾マギリジャナ村のノグニウチツだったそうです。さらにノグニウチツはサット王の父奥マウフヤの末裔とのこと。この石碑が西森引きですね。この石門もそうですが、さっきの湧き水のところの石積みも作ったんですね。1725年に建立したようです。石碑に刻まれた文字はもう見えませんが、石碑自体は残り続けていくでしょう。森川公園にこのような史跡があるなんて知りませんでした。慰霊碑巡りが目的ではありますが、周辺を散策するといろいろ見つかります。時間がないと周辺散策ができないのでもったいないですね。これまで参拝してきた慰霊碑の周辺も回りきれてない史跡は多いです。猫ちゃんがいました。森川公園に住み着いてる猫でしょうか。自然の芝生を疾走していきました。慰霊碑のすぐ隣は民家ですね。宜野湾市益城の森川の塔です。大理石で作られていて割と新しいです。戦没者のお名前が刻まれています。沖縄県慰霊碑一覧によると昭和31年建立ではあります。石碑の裏には2002年に移設とありますが、改築もしたのでしょうか。定期的に慰霊碑の調査を行っているようですが、細かい点までは調査できてないようです。税金で行われる調査なので予算の範囲内での調査ということでしょう。87名の戦没者が合祀されています。トトロの葉っぱ、クワズイモですね。食べるのはもちろん、汁に触れるのも危険です。慰霊碑の参拝は終わりましたが、もう少し散策にお付き合いください。階段を登った先に何があるのか気になります。慰霊碑の近くには右岸樹があることが多いので、それかもしれません。高台であれば展望台ですが、そこまで高台じゃない気もします。景色が広がってますね。展望台のような感じでしょうか。石碑もあるようです。雲作無右岸樹、やはり右岸樹でした。
それほど高台ではありませんが、展望台のようですね。展望台といえば、森川公園の頂上にはありました。せっかくなので、後で北側の森川公園も散策してきます。その前にまだ回れてない場所があるようなので、そこを回ってきます。昔、この辺りにマヤアーブという自然洞穴があったそうです。戦時中は避難壕として利用され、多くの住民の命を救ったとか。そのマヤアーブの顕彰碑が建てられています。マヤーは猫のことでしょうか。アブとは深い縦の洞穴のことのようです。猫が歩くような細い洞穴ということでしょうか。糸満市にもマヤアーブというガマがあるようです。さて、ここからは森川公園を散策していきます。展望台まで距離がありますので、早送りでお送りします。広場には天女羽衣像がありました。羽衣伝説を知らずに森川公園は語れませんね。段数も多いので少し息が切れてきました。ここまで来たらあと一息です。樹木があってよく見えませんね。この石垣は史跡ではなくて、それっぽく作られたものかもしれません。樹木の隙間から海岸線も見えて、疲れも取れました。さて、降りますか。森川公園といえば、大きな滑り台が有名ですね。子供たちが小さい時はよく遊びに来ました。今でも昔のままだと嬉しいですね。石の滑り台は昔と変わりませんでした。いつもならそのまま下に降りるのですが、この階段が気になりますね。他にも史跡があるかもしれませんので、登ってみます。森の中をぐんぐん登っていきます。登り詰めると広い場所に出ました。特に史跡などはありませんでしたが、良い運動になりました。森川公園の上の方にある広場は、この道から行くと便利ですね。ここまで来たら、このルートで降りてみます。これだけ勾配のある坂道だと、毎日の上り下りは大変ですね。でも、強制的に足腰が鍛えられるので良いかもしれません。車やバイクであれば意味ありませんが、下り坂の終着地点が見えてきました。想像通り、パイプライン通りですね。駐車場まで250メートル歩きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。